吉祥寺明4月7日不明は日本の俳優。本名は岡崎光、旧芸名に吉祥寺光、東三郎。残儀の葉のスチル写真。左が東、右は小波類語。1906年4月7日、東京市神楽に生まれる。第一は瀬田高等学院を中退した後、高松プロ、東撮影所の研究生となる。1926年。 高松東プロ制作の男児一学でデビューする。翌1927年、小竹鎌田撮影所時代劇部に移り、東三郎名義で、小津安二郎監督のデビュー作、残悔の花などに主演する。その後、かわい映画、東亜キネマ、帝国キネマ、長瀬撮影所、新興キネマを経て、東方の専属俳優となる。東方専属時代は、 クレジットされないエキストラとしての出演が大多数を占めている。1970年に専属俳優の一斉解雇が行われるまで東方に在籍。それ以降もテレビ CM に出演するなど1980年代頃まで俳優業を続けた。デビュー当時はバンドをツサブローの人気が上がってきた頃で映画各社がバンツマそっくりのチャンバラスターを作ろうとしていた。サブロは 万道つまさぶろのそっくりさんということで売り出され、これに似せて付けられた芸名で、誰も、あずまとは読まず、我、妻三郎と読んでいた。バスへの三本立ての館などでは、番妻に顔も似ていて、妻三郎でもあるので、騙されて入った客も、相当いたという。ありがとうございます。